なるほど。で、まあそんな感じの流れで、まあじゃあ、まあ集客に関してはそんな感じがいいんじゃないかなっていうところですよね。じゃあ次に行くのが、まあ、労働集約型というか、そのビジネスモデルがやっぱりうまくいってないというか、その一生続けるには難しい状態であったりとか、まあ、人材育成とかも一生続け、現場で続けないようにするために人材育成しようと思ったらいなくなったりとかでせっかくお客さん来てくれて直して喜んでもらったらいなくなると、この辺はじゃあどうやって、まあ、解決しようと、まあ、既存の慈悲の方とはどうやって解決しようとしてるんですかね。既存の慈悲の方、うん、まあ解決しようとしてない可能性があるんですけど、うん、解決してないじゃあってことはもう何も対策を基本的にはしてないというのが現場としてはそうですねっていう状態、うん、ですね、うん、よく考えたらしてなさそうですね。してないですだそこをある程度からうまくできているところが伸びてるし、やってないところはどうもやばいみたいな感じになるので、だからリピートのコンテンツっていうか、どうやったらリピート率上げられるんですかっていうコンテンツはめっちゃ喜びますよね。そうですよね、めっちゃ喜びますよね。そのくらいなんかみんな何も飽きてない、でもリピートは限界があるんですよね。まあお金的な問題と治れば来なくなるし、そういっぱいその限界値がいっぱいありますね。いろんなところリピートの限界は。ね、言い方、人間相手にこの使い方を言うのはあんまり良くないかもしれないですけど、賞味期限が存在しますよね。あります。実際に。うんうん、ありますあります。っていうことですね。うん、しっかりそこを理解して、モデルを組まないと、うん。ですよね。来れば来ただけ今度は疲れますからね。それがまあ労働集約型っていう、ね、働かないと売上が上がらないっていうビジネスモデルなんで。まあ厳しいですよね。そうですね、もうそこは、うん、じゃあもう無対策、うん、現状それが無対策どころか、それをもっと一生懸命集客しようとしますからね。ああそうかそうかそうか、うん、それを解決しようとして違うことをしてるってことですよね。だからねえ、やればやるだけ、まあ、売り上げ上がるかもしれないけど、売り上げ上がって将来に不安を覚えるっていう、うんこのままできなくなるって、忙しくなればやっぱ体力の限界というか、どんどんその自分にへの不安が募ってくるじゃないですか。それに対して対策を取ろうとすると、お客さん来ないようにしなくていけないっていう、そうですね、あべこべな状態になっちゃうんですよね。はい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 、だからその施術だけを商品にしてると危険っていう、危険ですよね。いや、解決をじゃあ対策してない一つの理由としてはやっぱり認識してないというか、うん、そこに至ってないのはもちろんあると思うんですよ。労働集約どころか労働ができてないっていう、その、まあまあ、それは大前提としてあるし、でも忙しい先生方も、じゃそれを人を入れて解決はしようとはしてないですか、あんまり。あ、でも、大きいところやってますよね。大きいところやってます、うん。でもそこから、だから、出ていくから、今度雇用するのに問題抱えてたりとか。ですよね。結局はリスク抱えるし、次の課題も増やしてるっていうようなことが解決策として一応やってるみたいな感じですね。ぐるぐる回ってるんですよね。だから大変なのは変わらないみたいな。そうですよね、うん、プラス僕が今パッと思ったのは、まあちょろっと言ったんですけど、治療科の先生方がめちゃめちゃ稼ぐ、2000万3000万稼ぐようになって、はい、大体天井じゃないですか、1人とか2人でやってたら、ね、なったらそのスキルを人に教えるみたいな、うん、ことはすごい盛んな業界でもあるじゃないですか、はい、でやってたら気付いたら自社の売上下がってるんですよね。よくあることないですか、結構聞きますけどね、うん、まあ時間って有限ですからね、こっち側取ったらそっち側減るっていうのは当然だと思うんですよね。で結局セミナーで動かして売ってみたら、これ労働集約型じゃないのかなと思ったら、うん、労働集約型ですよね。まあそうですね、完全に完全に完全にそうですよね、うん、しかもコンテンツが売れなくなってきてますよね。やっぱ熊谷さんも実感としてありますか。ありますあります。でコンテンツも限界がある。うんうん、ありますね。同じことじゃんみたいな感じがいっぱいあるのを気づいてるし、コンテンツが売りづらくなってきてると思いますよね。ですよね。なんかね、そういったある程度稼げるような方は労働集約型から抜け出そうとして、そんなこともやろうとするじゃないですか、うん、一番ポピュラーな解決策ですね、多分。まあ、そうですね、うん、でもそれも、ね、一時的にバコッといくかもしれないですけど、うん、売り続けないので、ノウハウとしてもね、真似されるし、うん、そうですね、そこからまた他の人が同じようなことやる、うん、そう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 
ですよね。だからライバルを増やし続けてる状態そうそうそう見られますよね。だから何年前だろうな、3、4年前に活躍してた人って見なくなったりしますよね。ああ、そうか。どこ行ったって、うん、もう新規性なくなってますもんね、うんうん、そうなったらもうその人の言うことはもうみんな分かったになってますもんね。そうそうそう、市場があの人はですよ、ね、あの人みたいな感じにはなりますよね。きついですよね。分かってないけど市場はもう分かったって判定したらもう聞いてもらえないですよね。そうそうそう、だからまあ難しいですよね。難しいですよね、うん、だからこれといったやっぱり解決策っていうのが一応業界的にはまだ見出せてないっていうのが現実ですかね、労働者の方に関しては。そうですね。で、なんだろうな、この単品単品はあるんですよね、うんうん、ただこうビジネスモデルみたいなパッケージになってるところがないですよね。なるほどね。その、まあ、全部が全部に作用し合うっていうか、その循環するようなモデルは作れたり、そのないです、ね、どっかの局地的な、そうそうそう、ちょっとそこの傷口は直す方法は分かったけど、まあ、やっぱり全部を一貫性を持ってモデル化してっていうのは、まあ、そうなんですよ。だから集客とか、あの、ね、集客できるホームページ業者さんとかいますけど、うんうんうん、集客できるようになった、で忙しくなった、うんうんうん、で体力に不安を感じる、人入れなきゃみたいな感じで全部がこうなんか良くなったらまた別な問題が出てきて、でこっち良くなったらまた別な問題が出てきて、それがだからなんか循環してないから、そもそもモデル的にこう循環させられないようになってるから、だからいつまたってもこう問題を解決しないっていう。そうですね、うん、ある問題を部分で解決したら、それが解決したことによって起こる問題が発生して、そうそうそう、でその問題を解決したら、その問題を解決したことによって起こる問題が発生する。そうそうそう、そうなっちゃうんですよね。そうですね、うん、だからもう決まった風船をブイブイしてるだけですよね、うん、押したらどっかが傷むし、そうそうそうみたいなだそれは僕はもうやっとですよ、ここまでずっとやってきてやっとこうはここで大丈夫だみたいな感じになりましたけど、うんうん、まあ、多分そこまでに僕いくら使ったみたいな感じもあるし、捨てたお金もたくさんあるし、時間だって施術しないで、うんうん、その期間は3年くらいかな、ずっとそこだけやってきたし、ね、だから数千万の売り上げ捨てて、うん、そう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 、ね、うん、結局はね、だからそうなったらそれでやっとできたみたいな、うんうんうん、しかもまあこれ僕は悪いかもしれないけど、まあ言ってもまだ楽な時期でもあったわけじゃないですか。そう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 、競争が、そうそうそう、結局自分がそんなに最前線で体張って戦わなくても、うん、まあまだまだこう先行者利得というみたいな、うんね、何が正しい言い方かわからないですけど、みたいな状況もあったからできたみたいな。そうそうそう、だからそれはすごくいい時期だったなと僕は思います。そうですね、そう思えばラッキーですラッキーラッキー、うん、今の時点でゼロベースでやろうと思ったらまあ大変ですよ、ライバルいっぱいいるし、ライバルいっぱいいるし、ウェブマーケティングもガンガン厳しいやってるし、うん、ね、広告とかもやっぱ金かかってますもんね。治療家系の広告めっちゃ高いですもん、うん、すごいいい時期に、うんうんうん、スタート切れたなっていうのもあったし、うん、確かに、まあ、うん、現時点で組織なかったら無理でしょうね。無理ですね、多分、うん、だから一人治療院の先生ってやっぱすごいしんどいだろうなと思いますね、うん、よく言ってますよね常に言ってる、うん、それよく聞きますもん。これ以上もっとどんどん状況がシビアになるじゃないですか、うん、大丈夫かみたいな、一人でやって大丈夫かと思いますよ、うん、良くなる理由はないですよね。ないですね。いやもう良くなりそうな気配しないし、うん、だからもうよくできる人たちがどんどん良くなってって、そのできない人たちはどんどん悪くなるっていう風な業界になってくるから、そのやっぱり分厚い壁がありますね、うんうんうん、そこを超えるか超えないかで全くやっぱり、うんうんうん、状況が違う。すごい分厚い壁だよね、うん、確かに。だからしかも一人だから余計大変なんですよ、うん、時間的に物理的にも時間が足りない、うん、お金ない、スキルない、うん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 、超える要素が全くないみたいな。ないですね、うん、だから結構だからね、そのウェブとかだと特にスピードが速いじゃないですか、うん、だからずっとこうそこに対して時間をかけなくちゃいけない、うんうんうん、それがあるから僕は捨てたんですよね、うんうんうん、無駄だと。これはお金で解決しようお金で解決した方が安い、うんうん、そうですね、自分でそれをその変化を追い続けてこう研究するよりはお金で解決していた方がもう利益上がると思ったんで、だからそういうふうにこうどっかでね調整したいと、うんうんうん、ちょっとその分厚い壁を越えられないなっていう、どんどんスキルが上がってきて専門チックになってきてるんで。そうですね、壁はもう高さも上がるし幅も広がってますもんね。そうです、本当にどんどんでかく
はしますよね。ですよね。でも、まあ、やっぱ壁を越えた人は結局金を使えるから、そう、まあ、組織があったりお金で時間があったりお金があったりするから、そこの壁のこっち側に居続ける努力はできるけど、楽ですよね。うん、できますもんね、うん、けどこっち側の人は全部自分でやらなあかんすもんね。そう、しんどいっていうか、うん、無理ですね、やりたくないよっぽど才能と根性が、うん、と運かな、うん、なければきついでしょうね、うん、まあまあ、うん、厳しくなってきてるとかどんどん、うんうん、ですよね。だからまあ倒産するところが増えてくるわけですよね。そうですよね、潰れちゃってますもんね、うん、そうか、まあなんか全然明るい話題がないわけなんで、あのね、3つ目のね、解決策、その自費でなんとかやっていくこと、もう一個の解決策、やっぱり技術、うんうん、やっぱ技術を上げれば当然リピートも増えるし、うん、信頼度も上がる、うん、技術を上げるとリピート率下がるんですけどね。ああ、確かにそうですね、良くなるから。まあ、しょうもなければっていうのと比べたらってことですね、うん、もうめちゃめちゃしょうもなかったら、それこそリピートゼロ、うん、まあまあ、ね、まあ、結局技術上げたらリピート上がるって矛盾してることですね。矛盾してるんですよ。なければ来ないし、うん、でもあったらすぐ治るし、そうそうそう、まあ、そこは矛盾してるんで、うん、でも、価値っていうのってスキルだけじゃないので、うん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 、技術レベルだけじゃないので、そのリピートする要素をどれだけ増やせるか、うん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 、だから技術は上げてリピートしないようになっていくんですけど、でもそれは上げ続けるっていうのは絶対やっぱりやってもらうしかなくて、うんうんうん、あのやりつつリピートする価値も上げていくっていう、うんうんうん、で相対的にリピートしてもらえるようなパターンに持ってこれれば絶対大丈夫だと思います、うんうんうん、なるほどね、うん、そのためにこう今の治療科の方ってどんなことを対策としてやられてるんですか。対策としては、なんだろうな、ソフトなところだとやっぱり教育、うんうん、患者さんにこうやっぱり通ってた方がいいですよねっていうの教育はやっていかなくちゃいけないし、うんうんうん、やってるところが、まあ、うまくできてますよね、うんうんうん、あとはそのハードなところだとニュースレター出したりとか、うん、あと予約をしっかり取ってたりとか、うん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 、そういったところですかね。なんかそういうやり方とかのセミナーよく見ますもんね。見ますよね、コンテンツも、うん、あのカウンセリング用のこういう感じの通りにカウンセリングしてたらリピートしやすいですよ、うん、みたいなコンテンツとかも、うん、小川さんとも多分あると思うんですけど、はい、あったりとか、予約、次回予約の取り方だったりとか、うん、そうです、そういう施術の、まあ、トークのやり方だったりとか、うんうん、まあ、そんなことを、まあ、コンテンツ買ったり、うん、セミナー行ったりしてると。そうです、そうです。うーん、まあ、結局やることって決まってくるんですかね。そうですよね、結局はね、うん、それしかないってないですよね、うん、だったりだと、じゃあ技術上げるためにも同じような感じですか。やっぱりセミナー行ったりとか、そうです、コンテンツ見たりとか、そう、でも型はないから迷うだけみたいな、うん、だから逆に言うと迷いを増やすために勉強してるみたいな状態に、そう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 、なっちゃってるのに気づかない、うん、し、それを患者さんに試してみたら肩が変わったから失脚っていうか来なくなったりとか、うん、満足度下がったりとかですね、うん、確かに、あの変えるのって怖いですよね。怖いですね。変えたらね、何が満足してるか分からないですもんね、言ってくんないしね、うん、絶対、うん、確かに手技セミナー行ってスキル上がって失脚、まあ、でも上がったかどうかも分からないですもんね、もう肩はないから。そもそも増えただけですね、上がったじゃなくて、ノウハウが増えたっていう、しかもできてない。あ、そうですよね、できるまでに絶対だって臨床っていうか、ね、臨床とか練習もそうだし、うん、データが必要じゃないですか。こうやったらあのうまくできなかったからこうやってっていう、それをやらないじゃないですか。うん、増えただけですもんね、増えた、分かっただけ。確かにそうですね、うんうん、目的地のまでの道が増えてるだけですね。そうそうそう、足踏みみたいな。どっちかというと進んでないし下がってるみたいな感じですね。うんうんうん、そうですね、うん、確かにそんな状態、うん、だからまあでもそれがやっぱり解決策やと思ってやっぱり信じて、うん、いろんなとこに行かれてるわけですね、皆さん。そうそうそう、まあ、悪いとは僕も全然思わないわけなんですけど、うん、その軸、根本にある軸となる肩っていう概念が入ってないから、うん、全部がそう、あの無駄になっちゃってる。そうですよね、無駄じゃないんですけどね、うまく使えば。でもうまく使えてないから、うん、無駄にしかなってない、うんうん、迷いが増えるだけですもんね、うんうん、これはこうだったけど、うん、また理論が真逆なことってよくあるんですよ。骨盤が
治れば全部治るみたいな、首が治れば全部治る、足が治れば全部治る、どこ治せばいいんだよ全部じゃんみたいな確かに、ね、話になっちゃうんで、だからそれをなんでだっていうところを、じゃあ型を持ってやっぱり判断していかないと厳しいですよね。背景変わればね、もちろん変わる、全然そうそうそう、背景に対しての型を持っておかないとダメですよね、そうそうそう、そこが結構やっぱ難しいかもしれないですよね、確かに、だからせめてそういうことを意識してやっていけば、技術だったりとかリピートっていうことはまあ改善していけると、そうそうですいうことですね、はい、じゃあちなみにじゃあね、これがまあ一般的な自費の方がやってるようなことなんですけど、はい、熊谷さんとかはじゃあこれらのことに対して、どうやって対応してるかっていうところなんですけど、まずあのビジネスモデルの部分はどういった対応を、ビジネスモデルは結局さっきちょっと話したみたいに単価かける数量なんで、でそこにあのリピートっていうところも数量に入ってくるので、何回来るかっていうところで、ベースは会員制ですよね、ご存知の方多いと思うんですけど、僕のところは会員制がベースであるんで、それをいかに取るか、で会員制になった時にどういう施術を受けられるかっていうところで、そこもまたポイントで、物の使い方を僕は教えてるんですよね、それが僕開発したその枕型の生体筋肉なんですけど、その枕に寝るだけでその生体が完了すると、だからひどい人だと、僕のクライアントの人でひどい人だと枕に寝かせて6000取って帰ったとか、まあそれはちょっとやばいですね、やりすぎじゃないですかっていう、でもリピートしましたよって感じとか平気で言ったりするんですけど、そういう人たちはいる状態なんですねちょっと残念ですね、でもその人はいけてるんですよ、いけてるから逆にそれでやるっていう、なるほど、それで十分ですよみたいな感じで言うんですけど、それくらい、一応寝かせて返すだけでも6000でリピートするくらいの、あのものにはなってるんですよ、あとはそのものをしっかりこう使いこなせるだけのものにしてると、だから結果を出せるスキルっていうのが枕がしてくれるんで、だからいらないんですよ、育てる必要が、人材育成に時間もかからないし、枕にある程度スキルを預けられるんで結果出すとこまで、だから人材育成にそんなに時間がかかる、だから、全く素人でも1ヶ月とかでデビューさせられるんですよ、ですよね、熊谷さんのね、メインコンセプトとしてよくあるのが、人を信じてないじゃないですか、あんまり、はい、でも人を信じてないってのはその自分すらもだと思うんですよね、そう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 、その、ね、人間無心とかそんな話じゃなくて、こう人間っていうものをより深く受け止めてるっていうか、だってめんどくさいですもんね、めんどくさいですよね僕もそうです、人間をより理解してるから、自分がどれだけしょうもないか分かってるから人にお仕事をお願いするし、一緒にやろうっていうし、だって人が失敗しても、まあ人間だからしょうがないよねってなりますもんね、そうですよね、だからやっぱり それに左右されずにビジネスがコントロールできるように、人じゃないツール、そうそう、ツールを生かした、ツールを中心としたビジネスモデルっていうのが一つのコンセプト、そうなんです、全部物化していかないとダメだなと思ってるんで、だから施術って物じゃないじゃないですか、だからこう教育するまでに時間かかるし、測れないですよね、だからどうやったらデビューするのって言った時に感覚もういいんじゃないって、もういいんじゃないっていうその指標がないから、だからいつまでたってもそこのもういいんじゃないんだって来ない、そうですよね、分かんないですもんね、だからそこをちゃんとマニュアルにして、そのしかも物が結果出してくれるんで、結果が出るものを使えるようになったらデビューっていう感じにしてしまえば、まあ1ヶ月くらいで全然できるんですよ、でしかもそれでお客さんとしては、一貫性しか経験ないんだって思わないクオリティで施術をしてもらえるから全然問題ないですよね、基本的にあの枕に上に寝てもらって、10分ぐらい、3分です、10分寝てもらって、一応パターンは10分ですけど、もっと短くなってるかもしれないです、ああ、そうなんですね、ベースとしては10分そうです、ね、寝てもらったら10分くらい、3分から10分寝てもらうと、大まかな歪み、はいはい、が取れるみたいなコンセプトというか、それが型というか、そうですそうです、でそれがしっかりこの価値を提供するパターンを確立してるんで、そのパターン通り
やれば、うん、この枕何って話になるんですよ、うんうん、で大概この枕欲しいって言われるんですよ、そうですね、まあ、物やってますからね、うんうんうん、でもそれは占いって形にして、うんうんうん、あのさっき言ったビジネスモデルとして施術をそこでもちろんリピートしてもらえる形にして、うんうん、なおかつこの枕欲しいって言われたら売ってあげればいいじゃないですか、うんうんうん、その枕じゃない別な代替品ですけど、ですね、はい、そうすれば、うん、お客さん喜ぶ、うん、売り上げ上がる、うん、でキャッシュも別なものが入ってくるっていうふうにモデル的にも上手くなっていくので、そのパターンなんですね。うまいなと思ったらね、同じ枕売ってないんですよね。言っちゃダメなんですよ。ですよね。治療院なのと同じ枕売ってしまったら来ないですよ、ね。来ないですよ。だってそれで感じするし。ですよね。うん、類治療院が同じような効果が得られる枕が家用でありますもんね。そう。だから結構それを絶対やっちゃダメだよって言ってるんですよ。その、うん、治療用の枕で、で家用の枕でも効果出るんですよ。うん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 、でみんなその。あの家用の枕で治療しちゃったりするんですね。ダメだっつってもいい。ダメですね。違いますから。だって全然見た目違いますしね。そう。見た目わざと違うようにしてたりとか、うんね、効果が違うようにしてるのに、うんうん、それをなんか売ってリピートしなくなりましたって。当たり前じゃんみたいな。バカじゃないの。そうそうそう。だからわざわざ変えてやってるのに、なんでこれを、うん治療で使ってそれを売るの、うんうん、怖くなるの当たり前でしょっていうですね。ゲームセンターのゲームを売ってあげたみたいなもんですよ、ね、100円入れてやるゲームが家でできるんだったらもう来ないでしょみたいな感じになってくるんですよね。だからそれをただやっぱりあのそこで売ってあげればお客さんも満足するし、うん、だから別なものとして提供していく、うん、でそういったモデルになってるのにやっちゃうんですよ。うん、そうですね。で、まあ、そういうふうにものを、まあ、軸に置きながらやることで、うん、その人材育成もすごく楽になるんですよね。そうですよね。だから1ヶ月だったりとか、うん、まあ言ったら、柔道整復師の学校なんかを卒業した子たちが来て使い方を教えてその枕の価値をちゃんとお客さんに感じてもらえる、まあ、ルーティンがあるじゃないですか。そうそう、熊谷さんとか、うん、そのねカウンセリングの流れだったりとか、はい、治療の時で治療の後の流れだったり、うん、カウンセリングの流れだったりをできるようになってしまえば、うん、現場にも出れると。出れますね。っていうのがまず一つ人材育成が、柔道整復師じゃなくても全く知らない人でもいいですかね。うん、それは言うていいやつなんですね。いいね。ただ法的にもあれもないし、うんですね、僕正直見てたらだから僕はまあ、ね、今日もちょっと話したけど一人整体師の奥さんをパート辞めてもらって枕に寝かしてそこの価値のとこを奥さんにやってもらって素人の、うんうん、で先生が最後微調整、うん、してあげたら結構レバレッジ効くたくさんね、そうそうお客さん見てあげれるし、うん、で体験してもらえればすごい分かるんですけど、うんうん、あのかなり変化するんですよ。だからゼロからこうだからマッサージとかでもいいんですけど、うんうんうん、緩めていくわけですね、はいはいはい、肩やって腰やって足やってとかって、うんうん、それをだいぶショートカットできるんですよ。だから1時間かかったやつが例えば20分で終わるとか、うんうんうん、っていうのは普通にあるんですよ、うんうんうん、だからそうなったらまあ1時間で1回転しかしないやつが、うんうんうん、3回転したら売り上げ3倍ですよね。そうですね、うん、まあ、その間は他の人見てますから同時進行できますよね。そう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 っていうことができるんで、うんうんうん、使い方を克服すると売り上げこれだけで何倍なんだっていう、うんうんうん、そうですよね。そうだからさっきの労働集約型と一緒で僕らってどうしても1対1なんですよね、うんうんうん、どうやったってね、どうやったってだからそれをうまく物に転換できたら体が開くわけですね。 そうですね。その分別なことやれるようになってくるから、うん、時間を作ることができる。その枕を使うことが確かにもう1時間お客さんにもどうしてもいるってなったら、うん、もう1時間6000円って決めてたらもう6000円ですもんね。そうそうそう、1時間とか1治療6000円って決めてたらもう6000円が1時間でもそれ価値終わりですもんね。そうなっちゃうん でそれが3倍になるわけなんで、うん、ね、ちなみに、ね、20分になったから3倍になったのか、うん、あでも寝てもらうのが20分になるだけで3倍以上ってことですね、結局は。そうで、結果はやっぱりあの時間でくくらなくてもよくなってくるんで、やっぱりその満足度ってなるじゃないですか。でもその僕が作った枕って結局そこでプレゼンできるんですよ、うんうん、こんだけ変化しましたねっていうのが、はいはい、だからあの時間を売るんじゃなくて価値を売る、うんうんうん、結果を売る形になるんで結果を売るときって時間短い方がいいんですよね、うんうんうん、確かに、うん、だからそうですね、時間とかってよくなっても仕方ないですよね。そう、東京から大阪行くのに
10時間かかった方がいいのか、うん、2時間半で行った方がいいのか、うん、どっちがいいですかって言ったら2時間半で行きますっていう、そうですね、だって移動するのが目的だから、うんうん、でも寝台列車とかじゃなければ、そう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 だから目的がその、ね、施術を受けるっていう場合じゃなくて、その人を治したいっていうものだったら、うん、時間短い方も絶対喜ばれるんで、うん、ですね。実際本当にね、素人の人が枕を寝かして、うん、あのカウンセリングやっていくだけで、うん、まあまあ満足して帰れますよね。帰れますね。だって良くなってるんですよね、目に見えて。そうそう、体感できるんで。うん、で、あの治療科の先生方がね、ああちょっと痛いなと思うのは、うん、ビフォーアフターの確認させてないじゃないですか。全然。で、それがだから型がないから、うん、自信ないんでできないんですよ。うん、あ、そうか、良くなってなかったらシャレにならないですよね。そう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 。アウトの怖いところは、そうか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 。変わってませんって言われたらアウトなんですよ。だから僕は 100% 変わるパターンを持ってるから、ビフォーアフター絶対やった方がいいって話なんですけど、だから変わらないかもしれないから怖くてできない。なるほどね。そうなんですよ。なるほど。だから価値が作れない。はいはい。まあ、そこはだってあのね、スタッフのスキル関係ないですもんね。そう。枕に寝てもらうだけ。そう。絶対変わる、うん、絶対変わってますもんね、本当にね、うん、あれすごいですよね。まあじゃあそこを仕組みとして、それをまあ、まあ人も雇わなくても、そうそうそう、自分の労働時間倍に単純にできるし、はい、逆にたった一人受付スタッフ雇ったら、受付スタッフがそれやれますもんね。そうそうそう、感染が全然楽ですよね、うん、でしかもそれで物が展開できたら、うんうんうん、受付さんの一番悪いところって、あのコストにしかならない。その分だからしっかり自分が稼げるようになってれば、うん、まあ合うんですけど、うんうんうん、理想は入れたらその人の売り上げ自分の給料以上上げてくれるってなったら、うんうん、絶対入れた方がいいんですか、うん、いいですよね。だから受付さんがその枕とかのフローを手伝ってくれて、なおかつその寝ればこれ欲しいって言われるんで、うん、まあ、こういう枕ありますよって言ってくれたら、うんうん、自分の給料分稼げる、うん、パターンになってくると思うんで、めっちゃいいですよね。めっちゃいいですよね、うん、枕売れ、普通に枕売れますもんね。そう、売れるんですよ。高いの。そりゃそうでしょうって思いますけどね、うん、あの僕もやっぱずっと枕探してて、やっぱどれがいいか分かんないですよ、うんうん、けどやっぱりどれがいいか分かんないなと思ってる人が枕寝かされて歪み取れたって分かったら、うん、まあ普通買いますよ。そうですよね、普通、うん、買わない方が難しいですよ、うん。で僕にだってはその僕はね、まあ、治療受けてないんですけど、そのね、一緒にいる人があの見せてもらって治療受けて歪みチェックして治ってるから、枕欲しいってなりますよね。そうなんですよね、うん、僕受けてないのに。それいいって言うの、枕欲しいっすってなったんですよ。っていうことが起こるってことですね。だからあのね、よくね、物販に踏み切れない理由ってやっぱ売り込み、はいはいはい、しないといけないだったりとか、うん、売り込んでしまったらどうこうってあるじゃないですか、うん、売り込みしてないですもんね。売り込みなんてする必要ない、必要ないですよね、うん、買いますもんね、普通買うんで、ね、だからそこをだからうまくマーケティングっていうのがやるわけですよね、うん、マーケティングをだからそういった形で入れて商品価値を上げていかないと、それはまあビジネスモデルとして言われるんですけどね、うんうん、そうですよね。しかもその枕ってあの広告じゃないですか、あいつは、うん、家持って帰って、例えば女性の方、お客さんが家持って帰って寝てたら、お父さんお母さんがそれ見たら、うん、何なんその枕っていうってなりますよね。一回貸してよってなって、一回寝てよかったら取られる。結構 ね、子供に取られたとか、うん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 、旦那に取られたっていうケースで、あの追加がでかいですよね。ですよね。枕のすごいとこは1で割らないですよね、あんまり。1人 1個なんで、うん、そうですね、どうしてもね、どうしても1人1個なんでね、うん、そうなんですよ、だから家族全員みたいな、うんですよね。で、その枕がリピートツールにもなるわけですね。そうそうそう。そこの治療に毎日できるから、まあ、それは忘れないですよね。ですよね。で、ちょっとその枕ではこう、調整効かなくなったような時はやっぱり行きますしね。行きますね、うん。で、その枕見た家族も、やっぱり調子悪かったら俺もそこ行ってみようかなって。なりますよね。なりますよね。そう、それが物の強さなんですよね。うん、ね。それが結局、その、施術だけだと忘れちゃう。うんうん、ですよね。絶対だってね、腰痛治ってよかったと思っても、次腰痛になったら、うん、どっかいいとこないかなって。正しいですよね、忘れてますもんね。忘れてますよね、そこのことなんてね。僕らも結局あのここすげえ良かったなって思った飲食店とかあっても、うん、1ヶ月後とかにまた集まろうぜってなったら、うん、どっかいいとこないかなって探しますからね。あそこ行けばいいじゃんって思いますけど、もうすっかり忘れてますもんね、うんうん、
ですよね、まあ、記憶にも留めていけるしってことですよね、うん、本当ですね。しかもだっていきなりね枕高いじゃないですか、まあまあ、はい、だから結構普通の治療院でいうと 3,4 回、うん、来店してもらったものが1回目の来店でも入りますよね。そうそうそう、そうなんですよ。だから大きいなと思うんですよね。大きいですよね、うん、で僕はやっぱ肌から来てたらなんでみんなやらないのかなっていう、はいはい、ていうか僕はそれがあるから治療院出そうと思ってるから結局ね、そうなんですよね、うんうん、いや、そうなんやったら僕治療院どんどん出していって、うん、ね、別にウィンウィンじゃないですか。熊谷さんのところ その枕も売れるし、システムももちろん加入するわけやから、うん、で普通なるよなっていうこうやつですねそうなるんですよね、うん、だからうまく使ってるところはあのこれをあと増やしてくれるなみたいな感じになりますねやっぱ仕組みがね本当に、まあ、モデルって大事やなって思ったのはそこですね、うんうん、素晴らしいなと思ってっていうところがまあそうか、仕組みに関してはやってるっていうところです、はい、ビジネスもやるし、まあ、いろいろ試行錯誤して、うん、で、あとはじゃあその技術の部分はどんなこと指導っていうのをやってるんですか。そのまあ一つは枕ですよね。枕ですね、枕の使い方とか、あとはなんでこれが効果出るかっていう、ね、理論だったりとかをあのきっちり教えてる、で、あとはその協会で別な組織で教えてるものをあの教えてる感じですね。枕だけだとじゃああの、まあ、理論的にもちょっと型落ちするというか、そこ強みはもちろんあるんですけど弱みもあって、まあ、ここは直せないなっていう部分もあるんで、そこをちゃんと補填するようになりますっていう。だからあの来店する理由が起こるし、あの枕全部解決したら来なくなるじゃないですか。そうですね。それは枕屋さんになったのって話なんで。まあ、人間の体って、ね、あのそこをそうなってないんで、うんうん、いろんな要素があるから、まあ、そこをちゃんとやれるような技術を教える。ただそれも全部パッケージになってるんで、うんうん、これができればこれはどうなんだっていうところをチェックするマニュアルもあって、そこを教えてる感じですね、はいはい、だから今聞いてると結局枕が大まかにやってくれるから習得しないといけない情報量も当然少ないわけですよね。そうなんですよ。枕がない時が100としたら、枕があったらどれぐらいになるんですか、まあ、新人三脚の量でいうと。あと30やろうかみたいな。あ、マジですか。まあ単純に3分の1ぐらい。そうそう、まあ、でどっちかってサービスの満足度に関わる枕がやってことは枕がやってるから現場にも出ながら練習できるっていうのがでかいですかね。そう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 、やっぱり、うん、ただその枕がほぼほぼやってくれるんで、まあ、下手なことやっても、うんうん、まあ、カバーされるんですよ、枕で、うんうん、ですよ。だから一番根本的なここ、まあ、難しいところを枕が、まあ、習得しないといけない7割の部分が枕がやってくれるから、あとはその枕頼りで多少失敗というか、多少まあちょっと未熟でもまあまあお客さんには価値は感じてもらえるレベルまでいってるから、現場にもすぐ入れちゃって大丈夫なんです、うんうんうん、それで全然問題になったことないんで、うん、そうですね。それは肩の素晴らしさですね、うん、そして肩の部分はツールがやることの素晴らしさ。そうそうそう、だから人に依存しないんで誰でもできるっていう、うんうんうん、いいっすね。で、最後の微調整、本当、教育までの時間めっちゃ早いですもんね。早いですね、うん、でノーリスクがいいですよね、現場出すのに、うんうん、なかなかそこがね、この業界でできなかったこと、うんうん、できないですよね、だってめっちゃ怖いですよね。だって全然治らなかったらもう最悪ですもんね。でしかも僕のところでそれがあのもう完全に回ってるっていう、感謝して提供できるっていう形が証明されてるんですよね、うんうんうんだからそれはこうなるんじゃないですかっていう話じゃなくて、もう証明されてるんで、だから導入しやすいんですよね。うん、そうっすよね、うん。いいっすね。鉄板っすよね。うん。だから基本的にやっぱこれもビジネスモデルと、技術の部分ももう一つの一貫性持って回ってますもんね。循環してるっていうか、要はその枕っていうものを中心として、その枕をいかに生かしていく仕組みっていうものを構築してるから、全部が全部を補填し合って、でこぼこになってないですもんね、うん、だから集客からその集客してお客さんに施術をして、で施術からまだ物を買ってもらって、うん、で今度はそれをあの構築する教育もその枕があるからスピードが速いし、うん、っていうですよ、ね、全部ぐるぐる現場出るから成長も速いし、そう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 、っていうのも全てがプラスに作用し合って、そうそうそう、まあ、円が大きくなってるみたいなイメージ。だから枕がないと一個一個全部やらなくちゃいけないので、うんうんうん、枕一個あるだけで全部回るみたいな、うん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 、ですね。
なんかだから収益性の仕組みとしてもすごく良くなるし、教育の仕組みとしてもすごく良くなるし、まあ無理がないですよね。リスクもどんどん枕が変わることでリスクが減ってますよね、相当。そうなんですよ。だから全部その良くしてくる魔法のツールなんですよ、僕からしたら。そうですね、うん、だって枕がなかったら技術でやらなくちゃいけないから、教える時間がだし、できるかどうかもやらせてみないと分かんないし、だから価値がね、あれだから集客してもその新しいスタッフが入った時に価値が作り出せなかったら失脚するし、しかも悪い情報を渡されるしみたいな。そうですね、いいことないわないですね。全部その、あの治療院ビジネスの悪いところを枕1個だけで全部解決してくれるんですよね。そうね、めちゃくちゃ僕としては、あの一番良かったシステムというか、はい、そうですね、僕もそれ見てやっぱり自分のビジネスの考え方をね変えたわけなんですけど、じゃあまあ結局はじゃあこれでも準備回ったじゃないですか、はい、あのもう来てさえもらえればもうビジネスは綺麗に回ると、お客さんに、でここに来てまあ最後ね3つの課題になる集客、はい、まあ全ての始まり、はい、まあこの会社の状態がいいのももちろん全ての始まりなんですけど、集客も全ての始まりで、これが結びつかないと始まらないじゃないですか、うん、そうですね。ここに関しては熊谷さんはまあ途中でも話してましたけど、どういうことやってるかっていう、まあ丸投げはしないですけど、あの外部を外部にお願いするっていうね、もうプロにお願いするっていう、でコストがかかりすぎますもんね、自分でやった方がですよね、自分でやっと、まあ僕は基本的に自分